もしも東大数学科が小学生に算数を教えたら。はい、そしたら今日の授業の復習入ります。今日は線の長さっていうのを測ってきました。例えばこういう線、どうやって長さ測ったかっていうと、左端に0を合わせて、で、この右端の数字を読んだんだね。はい、うん、どうした？なになに？真ん中の点が抜けてた場合？はいはいはい、この場合の長さがどうなるかって？あー、いい質問だね、いい質問だね。うん、実はね、こうなってくるともうね、定規じゃ測れなくなってくるんだよ。あ、でも安心して安心して、大丈夫。もう僕がすでにみんなに配ってるオリジナルテキスト、これの982ページ、これ開いてほしいんだけど、あのね、速度論って書いてあるんだよ、そこ。うん。で、その速度論を使えばね、この長さ、測れるようになっちゃうんだよね。うん。あ、ちょうどいい。そしたらじゃあ、明日までにそこの章、100ページ分予習しといて。